イケメン入りまーす。どうも、YouTube 柱筆頭、須畑幸太郎。私の使用する呼吸法は、底辺の呼吸法ちゅうことやね。今日はね、底辺のたしなみであるね、酒、タバコ、ギャンブル、風俗の4つを、まあ、語りたいんだけど、まあ、その中のね、まあ、1つである、まあ、酒についてね、ちょっとね、ちょっとピックアップして、語っていこうかなと思ってます。で、どういうことかっていうと、昔いたね、底辺田舎工場で、まあ、言われたんですよ、休憩所で。で、その、絵に描いたようなダメおっさんが、もう底辺みたいなおっさんがいっぱいいたんだけど、よく言われたのは、なんだ、すべてお前、酒も、タバコも、ギャンブルも風俗もやるねえで、お前何から楽しくてきてんの？みたいなことをね、土底辺に言われましたけど、いや逆にね、酒とタバコと、ギャンブルとね、風俗しかね、生きがいがないっちゅうのはね、もうやばいと思うんだよね。もうほんと土底辺、うん、クズですね。はい。で、とはいえね、僕もね、まあ底辺、まあ底辺プロだよ。底辺プロ。うん。そいつらはまあ底辺素人なんだけど、うん。底辺プロなわけだけど、やっぱりそのね、酒、タバコ、ギャンブル、風俗っていう、その底辺、うん。底辺4ヶ条みたいなものがあるんだけど、やっぱね、一個もやってないのはね、どうなのって思うんだよね。底辺プロとしてね。で、子供の頃からね、味覚が変わんなくって、酒が飲めないんだよね。うん。まあ、わさびとかね、からしとかね、そういったね、辛いものとか、苦いとかの苦いものは好きなんだけど、酒の苦味とね、辛味がね、どうしてもダメでね。うん、だから元カノとかね、友達とね、飲み行ってもね、結局俺は飲まないでソフトドリンクを飲んでんだけど、で、味覚がね、いつになったら変わるんだろうっていう、多分ね、味覚の欠損なんだよね。うん。もう、そろそろ味覚変わったんじゃねえかなと思ってね。2021年だって。俺の味覚も大人になったんじゃねえかっていうことでね。そうね、底辺の立ち並みとしてね、安酒？うん。まあ、タバコは無理だよ。タバコ無理だし、まあ、ギャンブルも興味ないし、風俗も嫌いだからね。うん、酒ぐらいなんで、ね、底辺たち、底辺素人たちと、ね、なんだろうな。底辺素人に対して俺が目線を下げてあげれるポジション？うん。やっぱ酒しかないんだよね。うん。やっぱね、底辺プロだから、上に立ってる人間が下がんなきゃなんねえから、底辺プロが底辺素人のとこまで、ポジションをね、下げて同じ目線でね、ちょっと、物を見てあげようと思って。早速ね、じゃあ飲んでみましょう。鬼レモンと、蜂蜜レモンなんだね。そうだな、蜂蜜レモンいってみようか。ほんとでもね、底辺工場にいた時にね、そのね、安酒、もうガブ飲みしてるからな、奴は家帰ってね。うん。俺の周りでやっぱそのね、何、上級国民って呼ばれてる人たちはね、安酒飲まないもんね、やっぱね。最低でも1本5000円ぐらいのワインとか飲んでるよね。じゃあ、いただきます。ほんと、宇都宮にいた時の工場は特にひどかったね。うん。あ、飲みやすい。これは美味しい。と言ってもね、お酒の味しないね、これ。よく居酒屋で飲んでた、アセロラサワーとかさ、カルピスサワーとかの、ほとんどジュースのやつだね。うん。これは飲める、飲みやすい。次、ただこれは一般的な、まあ、酒なんだろうね。底辺酒。うん。でも、これはね、いいよ。ほとんどジュースだよ、ジュース。で、そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃなくて、大人の人が飲んでる、まあ、俺も大人だけどね、大人の人が飲んでる、その苦味、辛味をね、ちょっと理解したいなと思って、ほんと、お酒ぐらいしかね、合わせらんないんだよ、底辺たちに。底辺素人たちにね。うん、底辺プロの俺が、あいつらのね、その目線まで降りれるのは、やっぱ酒しかないよね。うん。いただきます。あ、美味しいぞ、これ。あ、飲める。でもね、ほとんどね、うん、キリンレモンだね。うん。キリンレモンだ、ほとんど。で、こっちはね、
本当になんだろう、蜂蜜レモンサワーみたいな。うん。これ飲んでから飲むとね、これほんとジュースだね。これもこうやって飲みやすいね、これ。あ、全然飲めるよ、これ。だってジュースだもん、ほんとに。ちょっと苦めのキリンレモンって感じだね。これで底辺素人の諸君。お酒に関してはね、君たちの目線まで下がってあげれるんでね。うん。君たち底辺のためにね、下の者のために努力しました。はい、ってことでね。そんな俺をね、馬鹿にした、酒とタバコとギャンブルと風俗がね、楽しめる人たちね。うん。君たちの目線まで下がってあげたからね。うん。感謝してるよ。はい。ってことでね。底辺プロ、帰ります。じゃあな。